なんか主張あります？主張たくさんありすぎて。じゃあ奥村さんにはこの中に怪盗団がいると思います？突っ込むね。奥村さんにとってはお父さんの方、明智くんが言った怪盗団の正体気になりますよね。で、この中に怪盗団が、それ実は僕も気になる。ゴミの取材、あそこであんなこと言うなんて。え？うん、あのままじゃ私何もできない。ありがとう、助けてくれ。あなたって不思議な人だけど、あなたとだったら私なんて。将来のことなんて、明智くんのことは気になるけど、初めての高野祭楽しかったよ。これで最後なんだ。これあげる。さっき、うん、帰りましょう。おかえり。途中でどっか行っただろう。探したんだぞ。頭冷やしてた。考えまとま。分からなくな、明智のこととか他にもいろいろ。でもそろそろ中に入ろうと思ってたと。最近何かとマスコミ、怪盗団対策未だならず、警察の低たらく、安全神話の崩壊好きで捜査各どうなってるんだね。失敗は許され困っ、このままじゃ君出世どころかここにいられなくなる。そんな、期待していたつもりだが、やはり年若い君にこの任は重すぎたか。人選も含め作戦を練り直す必要。最後までやらせてください。ずっと追っていたのは知っている。警察が人も割いていなかった当時からな。逮捕にこぎつければ署内で君が尋問できるよ。特別にそれが望みだろう。国のトップが変わろうとしている。この件を持ち越すわけに。言っておくが、失敗は許されないからな。わかります。少しくらい大胆な手に出てもいい。必ずいい結果をな。
ああ、そうだ。不測の事態が起きたら、すぐ私に連絡を。部長に？失敗は許されない。いい、手はずどおり。ただいま。掃除ろ。掃除してたらよ。予告状だろこれ。ネットに。勝手に部屋に入ったな。そんなの後でいくらでも謝ってやるよ。な、なんだこれ。それはうろたえるような代物か。やっぱりただのごっこじゃねえわ。なんで黙ってんだよ。なぜ取っといたんだ。だって説明し話せない。説明。おい、このままじゃ双葉が。担当直入に。こいつはお前はその改心す、どうなんだ。お母さん死んで心の迷宮閉じこもってた。いつか出なきゃって思って、でも自分じゃできなくて。双葉、そこ座れ。話だけは聞いてやる。怪盗は助けてくれた。ダメな心盗んでくれた。お母さんの研究と一緒。私の認知変えてくれた。マジかよ。認知を変える若葉の研究、まさかとは思ってたけどよ。医者でもサジ投げたってのに、いきなり海行くとか来たもんだ。はじめは子供同士にはかなわねえなとか脳電気に考えてたがな、店のテレビで日がなワイドショーを見ててふとよぎったんだよ。双葉のことは怪盗団とかって話と似てねえかってな。すごい。これでもお前の保護者だ。こんなでかい変化見逃すかよ。総次郎。でもまさか怪盗団の改心と若葉の研究内容が一緒だなんてな。俺な、昔は役人だったんだ。国と若葉がいた研究所の橋渡しみてえな仕事だ。知り合ったのもそん時だ。あいつがな、酒の席で妙なことを言ったんだ。近いうちに妙な死に方するかもってさ。そんなの冗談だって思うだろ。俺適当に流しちまってな。だが言葉の通りになった。お前に何かあったら俺はあいつに顔向けできねえ。お前に聞きたいことがある。お前の態度を見る限りこの予告状を知ってるが、当然双葉が怪盗団に改心させられたことも知っていたはずだ。お前ひょっとして怪盗団ってのとなんか関係あんのか。最初の改心事件、お前の学校の先生だっただろ。うちにあの絵を持ってきたのも例の改心させられた美術家の弟子だよな。
そこに来て双葉だ。事件の近くに必ずお前がいる。どうなんだ。世間じゃ犯罪者って言われてる連中だ。なんでそんなヤバい奴らと双葉を引き合わせた。違うよ、私が頼んだ。だから助けてくれた。私の心盗んでくれた。